水木ゆき風一番乗りよ。私の活躍見ていてくれた？ママチ！おや、これは意外だ。この後に及んで諦めていなかったとは。それがタイマギンだ。お前もよく知っているはずだが。確かに。特にあなたはそうでしたね。覚悟しろ、ママチ。伊川家当主の名にかけて、この場所でお前を撃つ。さて、それはどうかな。因果の種はすでに撒かれた。あなたにできるのは指をくわえてそれが芽吹くのを眺めるのみ。何を言っている？こういうことだ、アサギ。くるつけて。
理想に準ずるのみ。さらばだ、井川浅井。私の活躍見ていてくれた？起きろ、起きろ。あと3時間。何を言ってる！起きろ、風魔！たるんでるぞ！うわぁ！スー！いつまで寝ているつもりだ！鍛錬の時間だぞ！いや、鍛錬って。勘弁してくれよ。まだ朝の5時じゃねえか。それがどうした？もう誓いを忘れたのか、フーマ。は？誓い？そうだ。私を御社に誘ったのはフーマだろう。おお。特務中隊の存続すら危なかったからな。そう、俺たちは最悪でも解散で済むけど、スーは違う。時は本当に嬉しかったんだ。今回の任務で私はいかに己が経験の浅い未熟者か思い知らされ、しかし挽回の機会も与えられず切り捨てられようとしていた。そんな時お前は御所に来いと誘ってくれた。そりゃまあ放っておけないし。でもそれでどうして鍛錬が？バカな、もう忘れたのか。あの時私と共に最高の中隊を作ると誓っただろう。ああ、そんなことも言ったような。落ち込んでるこいつを励まそうと勢いでいろいろ言ったからな。そうだろう、そうだろう。しょうがない、起きるか。ああ、これが着替えだ。なんでお前が用意しているんだ？時子殿が用意していたのを持ってきただけだ。ほら急げ。まったく手のかかるやつだな、私の。着替えくらい俺のペースでやらせてくれ。背
そう言ってダラダラと時間を潰すのだろう。雪風たちも言っていたが、そういう時間を訓練に当てればお前はきっともっと伸びると思う。そこは断言してくれないか。残念ながら私に先見の才能はない。誰にどれだけの才能があってこれからどれだけ伸びるかなんてあまりわからない。だがお前はきっと伸びる。少なくとも今以上には必ず強くなる。先見の才能はないんじゃなかったのか。ただお前は任務が失敗して本当に悔しそうだったじゃないか。私の経験上、失敗して悲しいのではなく悔しいと感じる人間は伸びる。そういうことだ。才能を感じとかじゃなくてただの経験則。ただのとか言うな。確かにお前は見かけよりも何倍も優秀な指揮官だ。お師匠様がおっしゃった通り、それは一緒に任務をしてよく分かった。だがそれでもまだ足りないぞ。最高の中隊を作るには私とお前共に修練が必要だ。うわってお前引っ張るな。こっちはまだちゃんとズボン履いてない。そんなことを気にしてる場合か。さあ時子殿が朝ごはんを用意してくれているぞ。たくさん食べて鍛錬だ。親方様、おはようございます。ああ、不本意ながらな。スーさん、親方様を起こしてくれてありがとうございます。いえ、これも副隊長の務めですから。頼もしいですね。親方様はいつも寝起きが悪くて困ってたんです。ご安心ください、時子殿。私が居候として共に暮らすからにはそのような態度は決して見逃さない。おいおい、マジかよ。殿のご飯が冷めてしまうぞ。分かってるよ。というかこれじゃ副隊長じゃなくてミニトキコだ。何か言ったか。いや何でも。やれやれ、とんだ居候だよ。これは。すみません親方様、少しよろしいですか。ん、どうした時子。米連からの最新ニュースのようです。とても見過ごせない映像が。見過ごせない。コートララの惨劇はただの序章に過ぎない。世界中にまかれた因果の種は芽を伸ばし、何度でも血塗られた花を咲かせるだろう。なんだ、どうして。恐怖せよ、我々の攻撃は続く。世界を不当に支配する者たちよ、貴様らの時代は終わったのだ。
恥ずかしいことを言うな。